どうもかげやんです今日はですね自己満足でいいということについてお話したいと思います、えー、なんかをこう自分がねやろうとするときね、えー、最初というか基本的には自己満足させるためにこうやってるところがあるんじゃないかなというまあ他のことももちろんありますけどもその自己満足でやっているということですねほんでその自己満足させるためにこうやっていって でそれが誰かの役に立つという、えー、状態になっていけばそれがいいかなというふうに思うんですけども基本的にはその人のためにこう動こうとかねそれをこう自分の中で無理してそういうふうに思って動くのではなくでですね自分を自己満足させるために動くと。 行動ほんでその行動した結果その人の役に立ったりそのなんかこう影響を与えるようになったらそれでいいんかなと思ってるんですね。その、えー、人のためその貢献するためが第一義にあるように、えー、してですねやるのもいいんですけどそれが自然と気持ちの中で、えー、本心というかねその すごく腑に落ちて動いてるんであればいいんですけどもなんか無理やりそういうふうに思うと思って思うというかそういうふうに思ってその行動を起こすとちょっとそこには無理があるかなというちょっとしんどい思いをしてくることがあると思うんですよね。で結局続かないようになるとだからそのそんな人のためとかいろいろ考えるよりもですね、えー、自己満足をさせるというふうにこう考えてやっていけばいいかなというふうに思います。僕もねその施術 お客さんに施術する時のそういう勉強であったりとかですね体のことの知識であったりとかそういうのを勉強してそれが結局あのお客さんの役に立ってお客さんが喜んでもらえるという流れにはなるんですけどもその施術の勉強であったりとかに体の知識そういうことっていうのは僕は面白いと思ってやってるんですねこういうことができるんかというこのお客さんまた喜んでもらえるとそうつながっていくんですけどもその。 えー、それはそれ自体全部合わせて自己満足とお客さんが喜んでもらっもらえる状態にまで自分を持っていくことすら、えー、自己満足になるんですよねよ,よくよく考えるとそれは、えー、もちろん貢献にはなるんでしょうけどもその根本には自己満足っていう こととがあると思うんですねだから自分を満足させれることをすることによってそういうふうにつながっていく両方まあつながってるんですけどもその自己満足発信で全然いいんじゃないかなとお客さんのためにその勉強をするっていうところを持っていくよりもですね、えー、お客さんのためになることをすることで自分が満足するというふうになっていけばそしたらもう完全にそれはこうどういうんですかね 自分からこうしっかり動いてるんでその、そこになんかしんどさというか、その難しさとか、なんかわからへんなって思ってることはありますよね。あるんですけども、その行動に対しては全くその、なんかブレーキかかることはないんでね。えー、そういうふうにこうやっていくといろいろとこう動けるようになるんじゃないかなというふうに思います。ということで今日は自己満足でいいということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。